すしよさん、紹介したいかと思います。このおもちゃは吐き出る風と泡吹き機、色が変わります。吹き機、早速遊んでみよう。では開けてみます。どうやって開けるの？入ってるね。うん。じゃあ早速。片付けも。これは基本的にお風呂でも遊べるおもちゃかな。あ、そうなのかな。そうだね。包丁もあった。お。結果も。取れる。海。あ、まーちゃんの好きなイクラ。このイクラ、まーちゃんが大好き。あ、触ったとこ色変わってる。ほら、私もだ。これも、あ、ほんとだ、まーちゃんのも変わってる。なんで？これね、温度で色が変わるんだよ。イクラ、エビ、サーモン、これは金魚、魚、アナゴ、これは、これ鉄火巻き、これは、これはカッパ巻き、これハケ。危ないから包丁気をつけてね。おい、お巻き。あー、美味しそう。カッパ巻き。うん。にぎにぎ。うん、おいちゃん上手。はい、冷たい氷水できました。魔法の水。じゃあ、もう真の魚。あ、色変わった。お茶はね、あったかいのでやってる。ほら、イカ美味しそう。バジルソースがけ、美味しそうなイクラ。たくさんできたよ。わあ。うん。すいません、マグロを一つください。はい。マグロですね。はい。これはいくら？ちょっと間違えましたね。はい、どうぞ。お召し。ああ、美味しそうなマグロ、いただきます。お父さん、何いいですか？エビください。はい、エビ、エビ、エモチ。おー、美味しそうなエビだね。いただきます。わー、わー、美味しい。エモチ。これは何ですか？あ、イカ。イカ、美味しい。キュッキュッ。はい、お待ちください。美味しそうなサーモンだね。うん、で、うん、おいしい。お茶でも飲もうかな。お寿司屋さん交代。じゃあマグロください。マグロ、はい。あ、すいません、お客様、今すぐ作りますので待ってください。へお餅。わ、おいしい。うわ、寿司いっぱいになっちゃった。わあ、上重ねるかい。はい、甘い、甘いし。お、次は何のネタ？ペペペペ、イクラ。イカだよ。イカの犬。ああ。ちゃんとね、あの、サビ抜きとサビありとあるんだね。お、水浸た。わーお、すごい。これは絶対にお風呂でおすすめ。これお風呂だね。にぃにぃにぎゅぎゅ。にぃにぃ、何がいいですか？お茶に何食べさせたい？じゃあマグロ。それいくら？どうぞどうぞ。出来上がり。お待ち。アナゴとエビとマグロ、そ
サーモンに変身。卵とサーモンに変身。パイロットの魔法の寿司屋さん、とっても面白いよ。皆さんも遊んでみてください。バイバイ。また見てね。バイバイ。こうでもできるよ。嘘を言う。ネタ入りましたよ。金の魚です。いかがですか？ギュッギュッギュッ。へい、お待ち。はい、はい、うん、はい、